皆様フィノラボにようこそいいらっしゃいましゃまた、えー、フィノラボでは、えー、フィンテックということでさまざまなスタートアップであったり大手企業が、えー、メンバーになってコミュニティを形成していますけれども、まあ、先端技術に関するセミナーもいろいろ開催しているということでその中で、えー「宇宙かける金融」という、えー、シリーズをやっておりますけども、まあ、今回あの11回目ですか。 ということで、えー、特にこの宇宙関連のベンチャーでは、日本を代表する存在である ispace さんと宇宙保険の分野で先端を走っていらっしゃる三井住友海上さんということで、2社にご登壇いただくということになりました。あの具体的なアジェンダですけども、えー、まず ispace、えー、佐伯さんの方から アイスペースが目指す月の経済圏とミッションプランということでお話しいただきます。続いて、三井住友海上火災の船越さんの方に挑戦者を支える宇宙保険という題でお話しいただきます。その後に、あの、お二人を交えてパネルディスカッションということで皆さんからもの えの、ご質問も、えー、受けていきたいというふうに思っています。えー、まず、佐伯さんの方ですけども、ispace に、あの、上院される前は、あの、長らく、商社マンとして、世界を股にご活躍されたと、えー、三菱商事で、えー、まあ、キャリアの半分以上、えー、海外の赴任をされていたということで、えー、まあ、そうした、 をもとに新たなチャレンジということで、えー、アイスペースにジョインされて今チーフレベニューオフィサーということでお仕事をされております。えーまあ、あの大学時代は大、えー、会ラグビー部のキャプテンでいらしたと <laughs> アイスホッケーみたいなキャプテンでいらしたということで、えー、なかなかのキャリアだと。 びっくりしたんですけども、はい、ということで今日よろし,くお願いしますまた、えー、船越さんは三井住友海上火災保険の中で企業マーケット戦略部宇宙開発チームの課長ということでいよいよその損害保険会社の中でも宇宙の専門チームができているということでいろいろ お話をお聞きすると非常に興味深い取り組みをされているということでございますけどもともと船越さんはその、えーまあ、反物質研究で博士を取られたということで、えーまあ、専門分野からさまざまな道を通って、えー、保険の世界に入られているということで。 まあ、あの保険の中でもその宇宙の専門家として今あのご活躍されているということでございます。えー、ということで、えー、これから、えー、まず、えー、佐伯さんの方にお話をいただければというふうに思います。えー、じゃあちょっと画面を切り替えます。じゃあ佐伯さん壇上の方にお願いします。はい、あどうも皆様はじめまして i イスペースの佐伯と申します。 え今日は本当にここにお招きいただきましてありがとうございました。またこのような形でえ私どものまあ目指す姿をこうやって皆様にご説明できる機会を与えていただいて非常にあの嬉しく光栄に思っております。あの私さっき紹介いただきましたけれども実は宇宙業界入ってきてまだ3年10ヶ月ぐらいでございまして本当に私以上にもうずっと何十年も宇宙業界に携わっている方もいらっしゃいますでしょうし あるいはもうちょっとこう非常に興味があるという形であまりこうお詳しくない方もいらっしゃるかもしれませんけれどもぜひなるべくわかりやすいようにですね我々のやってることを説明しながらですねあの理解いただければと思っておりますはいじゃあよろしくお願いいたしますはい ちょっとこれ英語の資料が半分以上混じっちゃってるんですけど、申し訳ありません。あの、私どものビジョンはですね、エクスパンダープラネット、エクスパンダーフューチャーということで、えー、地球と月の間のシスルーナーに、えー、経済圏を作っていこうということをビジョンにしてやっております。あの、今までですね、たまに2040年に一つの,あのコンセプトとして、えー、ムーンバレーという言い方をしていて、えー、それでは1000人の人が え、月に住んで1万人が行き来すると。まあこういう世界を2040年に作ろうと。まあこれ今から16年後なので、まあ思い出せばですね、アポロが着陸したのも50年前ですし、その長い月表を経っても実証された月面着陸というものをさらに今後進化させていって、我々としてはこのビジョン達成に向けて所属に一度頑張っているという状況でございます。 じゃあなんで月なのかと言い申し上げますと、これももう皆様よくお分かりだと思いますが、まだ誰も見てはいないんですが、66億トンのですね、水資源が月にはあると言われています。で、それを使って水素と酸素に分けることによって、水素はエネルギー、酸素はまあ人が住むための,あの空気ということで、まあ、今後いろんな国だったり人が新宇宙に行くと、あるいは火星に行くという中で、 ま、月を一つの、ま、ベースキャンプ、エネルギー供給地にするということと、あるいは我々が今日本で、あ地球上でですね、生活する上で切っても切れ離せない、もうベースインフラになっている地球周りの、えー、周回衛星。まあ、これによる GPS だ、インターネットだ、災害対策だ。えー、それへの衛星のですね、例えば燃料補給も、 大気がある分、地球から行くよりも、月がベースキャンプになれば、そこからエネルギーを極秘した方が経済的に効果があるということも研究で言われてますので、そのような水資源、あるいは他の資源を使って、実際に経済圏を作りたいと。で、我々は、あの、イーロン・マスクのように、将来もう地球に住まないで火星に住むんだとかですね、そういう一方通行で考えているのではなくて、 やはりこの月を活用して、それを地球に還元させて、それでより地球に住んでいる人類の人たちが豊かになる、あるいは持続的な生活ができるということを目指しております。え、これ会社の概要なんですけれども、すいません、これも英語で。え、設立が2010年9月ということで、まあ設立して14年、うちの CEO ファウンダー、袴田が始めたんですけれども、まあ簡単に言えば14歳。 自分たちはもうだいぶ大人になったかなと思ってるかもしれませんけれども、大人から見るとまだ全然これからだよね。多分今我々はそういう状況にあると思ってます。で、右側に、まあいろいろ過去のシードシリーズ ABC、あ去年無事 IP をさせていただきまして、あと銀行ローン様でいろいろこういうふうに資金調達してますけれども、やはり我々の課題は自分たちの収益でしっかりとお金を回して事業を回していくと。 いうことが目標なので、まだまだこれからは成長していかなきゃいけないし、成長の余地あると思っています。私が入社した20年の9月には、所属員、従業員120人ぐらいでした。ですから今ほとんどそこから300人弱になっておりまして、まあ、特にアメリカで増えてるんですけれども、 今ざっくりと言うと、ヘッドクォーター日本になっていますが150人ぐらい、アメリカが100人ちょっと、で、ヨーロッパが30から50と、こんな感じになっています。で、半分以上がエンジニアで、まあ、しかも30カ国の国々からいろんな人が集まっていると。で、日本にもかなりの外国人が、住んで一緒に仕事をしているという関係です。で、一つはその出資の方々なんですけれども、 このようにあのベンチャーキャピタルさんとか、インベストメント系の,銀あのファンド系の方だけじゃなくて、この右側にいろいろ書いてますけれども、実際日本の,あの実業やっていらっしゃる方々からもいろいろな出資を受けていると。で、この,あの今日一緒にお話しする MSAD のもそうなんですけれども、やはりですね、そのような形で将来月で経済圏を作るということに共鳴をしていただいて、 え、お金を出していただいているという関係が一部あの普通のまあスタートアップとは違うのかなというふうに感じています。まあこれが我々のあの経営陣なんですけれどもまあたまたま今日本の CXO は5人日本人で、えー、回してますが実際アメリカの CEO はあの元米軍のパイロットで 宇宙飛行士で2回宇宙あのステーションに行ってる ISS 行ってるあのロン・ギャランっていいますけれどもまああの星瀬さんとかいろんな人とも JAXA で来てつくばに来ていろいろあの仕事してたり、えー、希望の,あのモジュールのところでいろいろ日本の宇宙飛行士でやってたっていう関係があると、まあ、当然 NASA の人脈もあると。でヨーロッパのルクセンブルグにオフィスがあるんですけれどもジュリアンも元 NASA の JPL で働いてたと。 あの、彼は MIT 出てえという人間でございます。で、我々のサービスなんですけれども、まあ、三つ大きくポートフォリオありまして、まあ、輸送、お客様のものを運ぶ、もう一つはデータ、もう一つはパートナーシップという、今日もたまたまちょっとユニフォーム着替えましたけれども、お客様の、まあ、マーケット券を利用した、まあ,あ、マーケティングライトを使った、あの、ビジネスですね。の、この三つがあります。 で、じゃあ、実際お客様はどんなものを月に運ぼうとしてるのか何を運びたいのかまあ、後からもう例出てきますけれども、えー、基本どんなものを運ぶかっていうと、実際地球にある何でも運ぶ機の可能性はあります。つまり、我々は、まあ、NASA も2030年頃にはあの宇宙飛行士上通させると言ってる中で、 何もない月に人が常駐するということは、当然のように地球にある基本インフラ、これが全部向こうで必要になります。それが、えー、空気だったり、住むところだったり、食べ物だったり、エネルギーだったり、通信だったり、すべてのものが必要。つまり地球の上で必要だからあるものが全部月でも必要になります。それを運ぶということで、すべてが我々の将来、お客様の可能性としてあります。 ただ、ご存知のように大きな違いがありまして、地球のものをそのまま持ってっても使えない。なぜならば、えー、まず温度が違う。冬は、あ、冬じゃない、ごめんなさい。あの、夜はマイナス170度ぐらいが2週間続く。で、昼は100度ぐらい、プラスが2週間続く。で、空気も大気がない。そうすると太陽からさんさんと降り注ぐ放射線がある。で、重力が6分の1と。すると同じものでも、その素材を変えないとそのまま使えない。 え、いろんな機械が動くのも、え、そのまま動かない。そこが一つのチャレンジでもあります。で、チャレンジなんだけれども、我々としてはそういうことを一緒にお客様と乗り越えることによって、それが技術開発になり、技術革新になり、先ほど申し上げたように、その技術がまた地球にフィードバックされて、そのお客様にとって、その他社のコンペスターとの差別化につながっていくと。 ま、このような観,あの観点からも、えー、お客様とは手を取り合って開発しながらやっていくと。こういう形になると思います。あとはデータがありまして、このデータというのは実際科学データだったり環境データ、あと映像データ、まあビジュアルデータもあると思います。単なる写真かもしれませんけれども、まあその辺もですね、将来そうやって月でいろいろ試したい、実験したい、ビジネスをしたいという方にとっては、えー、その開発のために必要な あのデータが必要になりますので、それを我々としては実際ナマンデータを月で取って、あるいは月の周回で取って、それを販売していくと。こういう形で考えています。で、我々の事業は実際着陸船とローバーという探査車を作って、それを持ってって、先ほど言ったようなビジネスを展開してるんですが、打ち上げのところは触ってません。これは、えー、まあ、ある意味、 え、それぞれ、スペース X だり、H3 だったり、将来の H3 だったり、まあ、アリアンだったりとか、そのところに頼んで、我々お金を支払いして乗せてもらって、地球を出たら放出してもらうという形にしてます。で、我々の着陸船は帰ってきません。 ですから、行くだけ行って、あの、ですから、あの、よく、この間中国が裏側行ってサンプルリターンとか言ってますけれども、サンプルリターンはしない、できないのが今の事業計画になってます。で、ミッション1なんですけれども、えー、2023年4月、えー、初めて、えー月、えー、えー、民間企業としては着陸にチャレンジしました。 で、えー、残念ながらですね、100%満足いく結果にはなりません。えー、結論としては失敗と。で、えー、月に激突したという状況になっています、えー。ただし、我々としては、まあ、もちろん大事なお客様の荷物を運んでおりましたので、えー、自信を持ってこれは成功でした。もちろん言えませんけれども、えー、ある程度の達成感はあります。えー、つまり我々は、この着陸という、このミッションというのは、 まあ、単なる着陸をしたかしなかったか、成功したかしなかったかのオセロ、白黒、イエスノーではなくて、やはりそこに至るまでの我々の積み上げというのがあったと思います。で、我々は10のミッション、サクセスクライテルを設定しまして、1から8までは達成できたと。やっぱりそれは成功の、ちっちゃい成功の積み重ねで、そこで得た知見、データ、経験、これをしっかりミッション2にフィードバックしてやっていくと。 で、我々が失敗した後ですね、あの、インドのチャンダリア3号ってのに着陸してます。ただこれも彼ら、あの、3号機です。やはり1回目の経験でここまでできたというのは非常に私のお客様あるいは NASA からも非常に評価されまして、逆にあそこ着陸はできなかった、難着陸はできなかったけれども、ぜひオタクとまた将来いろいろビジネスをしたいということでアプローチを受けたりもしています。 あの、決してあそこで何着陸できなかったから、あの、契約キャンセルとかそういうこともなくですね、やりました。つまりもう我々理由ももう公表してますし、後から出てきますけれども、詳細省きますが、なんでダメだったのかっていうのもしっかり分析して公表しておりますし、そういう意味での透明性は非常に大事だと思ってます。あの、着陸船が地球あ、月を周回してですね、ぐるぐる回ってるところから姿勢をちゃんと正しく着陸できるところに持ってった。 なおかつスピードも着陸、そこに月面があれば着陸できるスピードまで落ちてホバリングをしていたっていうのも分かってます。残念ながら理由があってそこに月面がなかった。そこはまだ3000メーター以上の高いところにいたっていうのが理由で、ホバリングしてる間に当然燃料が切れて、で自然落下してしまったっていうのが理由になります。これが先ほど申し上げた10個のサクセスクライテリアの8番まで行きましたと。 えー、例えば、あの、ちゃんと切り離された後、自走できるような、あの、環境ができたとか、えー、これ、新、あの、150万キロぐらい遠くに行ってるんですけれども、ローエナジート,あのトランスファーオービットで、あの、月を通り過ぎて行ってるんですが、えー、そこまで無事、えー、展開できた、姿勢も変えてきた、最後、月の,あの周回にもちゃんと入ることができた、先ほど申し上げたように姿勢もうまくいった、まあ、そういう意味で、8までは行ったということで、 あの、公表しているものでございます。で、この写真は、まあ、また一つの非常に僕は一番大好きでインプレッシャな写真なんですけれども、えー、月の上100キロぐらいのところからうちの着陸船撮った写真です。で、これはあの、アメリカのプラネタリーサイエンスという協会のソーラーなんかなんとか部門のですね、2023年ベストイメージオブザイヤーというのをいただきました。で、本当はですね、測って撮ったって言いたいんですけど、まあ、実際たまたまなんですが、 この地球のこの下にちょっと黒い影が見えてるんですけど、これは実はオーストラリアで日食だったんですね。つまりこのカメラが、我々の着陸性のようにカメラがあって、月があって、奥に地球があって、我々の後ろに太陽があると。だから地球から見てると、太陽の前に月が入ってきて、影になって、あそこは黒くなってるっていう。まあこういう写真をですね、14歳のスタートアップ、当時は200人ぐらいか250人ぐらいの会社が、 昔はこんな写真、NASA とかあのそういう国の本当に何千億っていう予算を持ってるあの宇宙機関しか撮れないのが撮れるようになったというのが非常に私にとってはあのインプレッシブなあの写真であります。で、これ先ほど言ったようなですね、あの高度のそこに地面あ、月面がなかった理由なんですけれども、要はあの着陸地点があのクレーターの中にありまして、そのクレーターのリム、 っていうのがまたあのさすがなのか月なのかあの3000メーターぐらいの高さがあったんですね富士山ぐらいでそれを通り過ぎた時きに、えー、ここに書いてある通りそのクレーターの鉢にあるそこを通ったときにそれまでは完全に一致してたんですけどもそのセンサーがあの大きく距離をポーンっていうその跳ね上がったわけですねで当然そういう数値をこれは異常だと判断してその 消すソフトを入れてました。ですから逆にセンサーだけに頼っちゃうと、センサーの異常値だけを信じていっちゃうと、本当に失敗する確率も高いので、その辺の微妙なあのコンビネーションが必要なんですけれども、それがもう本当にあの失敗した。そこに月面がなかったっていうあの残念な結果になった理由です。あの詳細はこれもプレスも含めて発表してますんで、今日はもう時間も限られてますので触れませんけれども、えーで 三ミッション1でこういうデータが取れて、まあ、それぞれの分野で今どうやって改善しているか、今後のミッションへの繋げ方っていうのも、あの、発表してます。で、やっぱり我々ですね、あの、三井住友海上さん、今日船越さんいらっしゃってますけれども、やはりその先ほど申し上げたように、あの、新しい経済圏を作るとか、新しい事業を作るっていうのは、別にあの、月に限らず、古今東西ですね、やっぱりこういう、 あの、ちょっと、大丈夫あなたって、そんなことやっててっていうような、パイオニア精神を持った民間企業はやっていかないと、なかなかそれは達成できないっていうのが、まあ、いろんな高校の東西例であると思います。だけれども、やはりそこには非常に大きなリスクも伴いますし、やはり、あの、不確実性が高いと。普通の会社だったら、月でなんか商売したいなんつったら、多分上のお商には降りないっていうような、多分状況だと思います。 もう多分ほとんど僕もそうだったんですけど、え月でビジネスってどんな会社最初僕も紹介を受けた時は、本当にあの、お金持ちの道楽か、あの、若いエンジニアのなんか夢追い会社かと思いまして、やっぱりそれが普通の一般の人が持つイメージだと思います。だけれども調べていくと、本当に NASA の民営化とか、今後どんどん月を使っていこうっていう動きが、もう世界中に潮流としてあって、まさにこの黎明期を 我々、僕なんかは、まあ、この年で若い企業家たちと一緒に仕事できて非常に嬉しく思ってるんですが、やっぱりそこにはリスクを伴うので、こういう形で、やはりその大航海時代に入るときに保険ができたっていうのと同じように、海上保険の次は月保険。で、しかもまあもう皆さん分かってる衛星とか打ち上げ。もうこれはもうある意味もう確立した社会になってると思うんですけれども、 えー、どんどんそのマーケットは月に広がっている中で、この月保険を一緒に開拓していこうということで、あのー、まあ、設計させて、あのー、に手伝っていただいて、実際ミッション1では、もうこれもうプレスリーしてますけれども、このような形で締結させていただいたと。で、まあ、よくあの地球上、僕も前職で、あのー、地球のラストマーケットアフリカだとか言ってやってましたけど、 もう今はっきり言って僕はあの人類にとってのラストフロンティアーマーケットは月だと思ってましてやはりこれは遅かれ早くかれ来ると思いますやっぱりその時にこのような保険があることによっていろんな企業の皆様が新しく入ってこようとした時にやはりこういう保険があればそこのリスクヘッジになるし社内の上司のオッケーも取りやすいし やっぱり非常に大きなこれはあの地球上でビジネスという上の当たり前のインフラですけど、これをこうやって確立してくれてるっていうのは我々にとって非常に大きなあのサポートになりましたし、今後のミッションでもぜひ当然我々としては活用していきたいと思います。もちろん着陸には自信があります。ただこれをあのお客様にも適用できるようになれば、やはりあのニューエン,エントリーしたい人たちにとっては非常にプラスになると思いますので、えー、っていう話です。 もうちょっともう時間がギリギリなので、えー、もうちょっと簡単に振れますけど、我々あの、実は一発屋はになろうとは思ってなくてですね、継続ミッションということで、やはり今ミッションは2022ですけれども、レジリアンスというシリーズ1ランダー、日本で作ってる着陸船で今年の冬打ち上げ、えー、来年の春着陸予定で今進んでまして、 アメリカでは、この APEX 1.0っていうのが2026年。これ NASA の契約をドレーパーと一緒に取ってるんですけれども、それを乱すためにもう開発始めてると。なおかつ、ミッション3、シリーズ3ランダーっていうのはミッション6で2027年。これあの SBIR で、あの皆様の貴重な税金を一部補助金で120億いただきまして、それを活用しながら、しっかり作って開発始めてますので、これはもうあの失敗できないっていうことでやってます。 まあ、あの、はい。これがミッション2。まあ、こういうお客様が実際います。高砂熱学工具さん、ユーグレンさん、バイダンナムクさん。これは台湾地方大学のレディエーションプローブなんですけど、高砂さんはあの、水の電解技術ですね。で、まだ水は向こうで、向こう月で見つかってないんで、えー、日本、日本じゃ地球から水を持ってって、向こうで実験で、あの、やると。 ま、これが R&D で成功すれば、当然、どんどん規模が大きくなり、何度も行って、それが実際、先駆者的に、本当に、彼らの技術で水が供給できるようになれば、当然買う人は、それがエネルギーになっていって、いるということになると思います。ミッション3、先ほど申し上げた NASA の契約もありますし、ま、ここは一つ面白いのは、あの、条件として、月の裏側に行きます。で、裏側に行くと、あの、ご存知のように、あの、 同じ方しか向いてないんで、直接通信ができないんで、我々2機の通信衛星を一緒に飛ばします。つまり持ってって、着陸する前に通信衛星飛ばして、その2機を通して、地球と交信できるようになると。で、これは NASA のミッションなんですけど、あくまで NASA は我々のサービスを買ってくれてます。つまり、この通信衛星で通信するサービス、物を運ぶサービスを買ってくれてるんで、2つの衛星機は我々のアセットとして残ります。 で、これはミッション6の先ほど申し上げた SBIR でいただいたもので、これは今のミッション1、2よりちょっと大きめの着陸性を今開発してて、要件としては100キロ以上のものが運べるようにということなので、えー、2027年度です、これは。青を目指した、の、打ち上げ前提で今開発を始めていると。で、まあ、あの、こういうお客様、今までいろいろいまして、いろんな方と MOU を結んでですね、グローバルにいろんなお客様、先ほど申し上げてた通り、すべてのものが、あの、必要になるということで、 もういろんな業界のお客様といろいろ話してます。でもこれも最後かな。あの、ネバークイッツ・アルーナークエストということで、我々今後ともですね、引き続きやっていきますが、やはり、えー、我々のビジョンを実現するには私ども一社じゃ全くできませんし、いろいろな企業様を巻き込んで一緒に共同開発しながら、えー、実現していきたいということで、本当に皆様のお力添えが必要ですし、ご助言いただきながらですね、 えー、みんなで頑張っていきたいと思ってますので引き続き応援よろしくお願いいたします。どううもごご清聴ありがとうございました はい。今、えっと、ご紹介に預かりました、三井住友会場、えー、宇宙開発チームの船越と申します。えー、今夜は、えー、貴重な機会をいただきまして、誠にありがとうございます。で、おそらくですね、iSpace さんはお話を聞きたい方、たくさんいらっしゃるのかなと思ってますので、あの、あるべく早くセッションの方につなげられるように、あの、簡単に保険の紹介をさせていただければと思います。 でですね、三井住友会場なんですけども、まあ、経営理念としてですね、保険金融サービスを提供することによって、世の中に安心と安全を届けたいっていうようなことを標榜しております。 で、これ個人的な意見なんですけども、安全っていうのはある種テクノロジーの進歩であったり、そういうようなところから来るのかなと。で、安心っていうところこそ保険であったりとか、そういうような商品の下支えっていうのが重要になってくるのかなと思っておりまして、今日の宇宙の話なんていうのも、そこの融合領域になってくるのかなと思います。ちょっと左下の方に特設サイトの CM なんかもあるので、もしお時間があれば覗いていただけるとありがたいです。 でですね、えっ、ー、と、弊社の、えっ、ー、と、宇宙領域の強みというかですね、ご紹介なところ、ご紹介を、えっ、ー、と、3点特徴を挙げて、えー、述べさせていただきますと。まず最初にですね、宇宙保険というところなんですけれども、まあ、ロケットとかですね、衛星にかけるような保険というところで、昔からあったのというか、いつからあったのっていう話なんですけれども、えっ、ー、と、少なくとも国内で一番最初に手配されたのは1975年と。で、この際の、えぇ、ー、幹事会社を引き受けさせていただいたところから、えっ、ー、と、我々、えー、宇宙活動を始めて、 ますというところで、国内の老舗の、えー、宇宙保険会社というところになりますで。高い専門性なんて書いてありますけれども、えっ、ー、と、2023年からですね、宇宙の専属チームが発足されたとっていうところに対してですね、今、えっ、ー、と、チームメンバー10人で構成されてるんですけれども、えー、保険バックグラウンドを持ってる人間が7割、8割、 で、それ以外のところっていうのが、えっ、ー、と、私もそうなんですけれども、保険の必ずしも専門家ではない、宇宙の知識を持っているような人間が、えー、中途で入ることによって、まあ多様なニーズに応えられるような組織として、今、活動させていただいています。で、最後に引き受け実績っていうところなんですけれども、えー、昨今注目のある、えー、ニュースペースの方から、えー、老舗、昔からやられているようなオールドスペースの方まで、小型から大型まで、ロケット、衛星、多種多様な、えー 保険を引き受けているというところが特徴になります。 で、商品サービスの説明なんですけども、こちらも3点挙げさせていただいてます。まず主軸になるような宇宙保険というところなんですけれども、それ以外にも2つというところで、多様な支援サービスっていうところ、真ん中挙げさせていただいてます。こちらですね、あの、ニュースペースの方だけではなくて、今まで宇宙と関わりのなかった、まあ、非宇宙なんて言い方を我々はしてるんですけども、宇宙にこれから入ってらっしゃるような大企業の方であったりっていうところをですね、まあ、どんなリスクがあるか、 とかそのリスクをどう運用していけばいいのかっていうようなところを支援させていただくようなサービスを提供させていただいてます。で最後に新商品開発っていうところなんですけれども冒頭の宇宙保険今までの従来の宇宙保険ではないような新しい商品開発っていうのもさせていただいてます。でそもそもなんで宇宙に保険が必要なんですかっていうところなんですがまあ、宇宙特有のリスクがあるからですっていうところ。 で、それの主要項目、ここでつらつらつらっと上げさせていただいてます。まず最初は輸送なんですけども、まあ当たり前なんですけども、ロケットとか衛星とかっていうのは精密機械なので、それを地上で運ぶにもいろいろと、まあ、特殊な輸送手段が必要だよね。丁寧なえ、えー、扱いが必要だよね、と。で、次に打ち上げなんですけども、まさに地上から宇宙に行くっていうのが一番のボトルネックというか頭痛の種で、まあ先日、今週もですね、あの H3 が無事打ち上げられたんですけれども、やっぱりかなり私も見ていてドキドキ まあ逆に言うとですね、ドキドキするぐらいですね、成功が成功するのかどうなのかっていうようなところがある。 っていうのが、あの、宇宙の特徴になってきます。で、修理、三つ目上がってるんですけども、まあ、宇宙空間っていうのは特殊な空間。先ほど、佐伯様もお話ありましたけども、まあ、真空状態であったりとかですね、温度変化が激しいっていうようなところがあって、地上ともろもろ異なるので、地上でいかにしっかり準備したとて、宇宙に持っていくと、まあ、想定外のことが起きてしまうっていうのが難しいところ。で、起きてしまうともなかなか修理もできないっていうところが宇宙の特徴になります。 あ、ごめんなさい、そうですね。で、環境、ちょっと今喋ってしまったので、修理環境っていうところ、まとめです。で、消臭環っていうところなんですけども、これもですね、あの、宇宙特有のところがあります。まず特徴的なところで、関係者間契約っていうこと書かれてるんですけども、実はロケットとかですね、衛星が不具合を起こしてしまったと。で、他の産業ですと、例えば部品とかコンポーネント、まあ、あの、 使われている車の中の部材とかが不具合を起こした場合っていうのは当然賠償責任を求められるんですが宇宙はですね、この賠償責任をお互いに求めないっていうクロスウェーバー、求証権総合法規というようなことが、えー、契約に盛り込まれるのが通常となってます。これなぜかというとですね、やっぱりあの参入障壁を下げるということ、なかなか宇宙に持ってっても成功するかどうかわからないところで責任追及っていうのをあの避けることによってなるべくいろんな方が入ってくるっていうようなところで でこういうようなものが、えー、使われてます。 で、その下の特有の品質担保責任というところなんですけども、これも同様で、通常であればメーカー保証などがあるのが当たり前のものづくり領域でも、宇宙に関してはなかなかそこ保証されない。で、保証されたとて、その製品が高いっていうようなところもあったりするので、それも含めて活動しなければいけないっていうのが難しいところになります。で、最後、法制度ってあるんですけども、まあ、国際広報として宇宙に関わる法律っていうのが、ま、5つの条約から制定されてます。ただ、それで全て をカバーできるわけではないので、まあ、国別で独自の国内法を持っていたりだとか、場合によっては法整備がまだされていないっていう領域もあるので、やはり宇宙産業の中で活動される方たちはこういうことを念頭に置いていかなければいけないっていうところを注意書きとして書かさせていただいてます。 でですね、こういうようなリスクがある中で、そもそも宇宙保険って成り立つんだっけっていうところのご説明になります、えー。通常の保険商品であると、リスクをですね、あの、対数の補足っていうんですけども、まあ、加入者様の数で割るというところで、まあ、加入者の数が多いのでリスクを分散させることができる。で、規範化されたリスクを保険商品で転嫁するというのが通常の手法になってます。 ところがですね、古都宇宙に関しては、そもそも発生確率が高いだとか、えー、関わるようなステークホルダー,、えー、保険に入られる方が少ないよね、だとか、一度事故が起きてしまうと、もう飛行機と同じで、莫大な経済損失が生じてしまうと、これってそもそも保険として成立するんですかっていうところに対してなんですけども、まあ、答えから言ってしまうと保険としては成立しづらいですと。少なくともちょっと利益を、えー、と最優先しているような商品ではございません。 に対してなぜ我々提供しているかっていうところなんですけども、まさに今日のテーマなんですけども、挑戦者を支える保険というところで、先ほど佐伯様のプレゼンでもですね、大公開時代が始まったと。 宇宙の大公開場が始まっているというところで、新しいこう技術であったりとかですね、新しい挑戦をされる方がどんどんあの業界に入ってくると。で、一度二度の失敗っていうのは必ず起き、必ずじゃないですよね。起きてしまうことも多々あるんですが、その失敗で事業が止まってしまうということを避けるための手段の一つとして、まあ、保険というところを提供させていただいていると。まあ、それがですね、宇宙保険の現状の、えっ、ー、と、 最優先事項であり、ただ、えっ、ー、と、これをもとにですね、あの産業化じゃないんですけども、宇宙が広がっていけば、えっ、ー、と、後々我々も、えー、利益っていうところを、えー、見ていくことができるので、まあ、長い目で見たときにみんながウィンウィンになるようなところで、こういうような商品を提供させていただいてます。 で、それをですね、あの、古社で受けるとか、国内だけでやるっていうのは、なかなかやっぱり難しいところもあって、これもですね、宇宙保険の特徴なんですけども、国際マーケットという形で、まあ、グローバルでですね、みんなで、あの、支えてるというのが実情です。 まあ宇宙保険をですね、引き受ける会社っていうのがグローバルで見たとてですね、多いわけではなくて、まあここに載ってるのがもうほぼ全てなんですけども、40社いかないぐらいの保険会社で引き受けてるというのが、えー、今の現状になります。 で、そういうような、えー、状況で、えー、提供させて,いた,い,てい,るいただいている宇宙保険なんですけれども、えー、その内訳っていうのがいくつかありまして、それを簡単にご説明させていただきます。まず時間軸に沿ってですね、まあ、宇宙にまで行くのにどんなような工程を取ってるのかっていうところなんですけども、まず地上でですね、ロケットとか衛星とかを組み立てますと。で、それをですね、車上、えー、ロケットを打ち上げる場所に、えー、輸送しなければいけませんと。 で、宇宙で一番あの頭の痛いというか大きなイベントである打ち上げがあり、そして宇宙に行ってロケットから切り離されて、まあ書紋というか行きたい場所に行ってそこからオペレーションが始まると。 そこに対してですね、打ち上げの前後でいくつか物保険を提供させていただいてます。まず一番最初に打ち上げ前保険という形で地上で組み立てている段階、輸送段階っていうところで壊れてしまったりとかですね、いろんな事故が起きた場合に保証するための保険を提供してます。 で、打ち上げ時、当然、ここで毎日起きた万一を保障するための保険。で、最後にですね、えっ、ー、と、宇宙空間に行ってからオペレーションを始めた際に不具合が生じてしまった時の、えー、保障をするための保険。で、以上3つが物保険と呼ばれるもので、それとは別にですね、宇宙賠償責任保険というところ、賠償責任関わるところも、えー、入れさせていただいているところです。 これがスタンダードの宇宙保険なんですけれども、それ以外のサービスというと、商品というところで、先ほども申し上げた支援サービスというところも提供させていただいてます。これスタートアップの事例なんですが、当然ですね、スタートアップフェーズによってですね、シードアーリー、ミドル、レーターっていうようなところを成長していく。 で、各ステージによってですね、抱えているリスクが異なると、初期でやれば会社の立ち上げ、運用っていうところ、で、アーリーミドルになると手を動かしてものづくりが始まってくる、最後レーターであると、まあ、あの、会社が、 えっと、成長過程に乗って事業化していくっていうところを見据えた各々のリスクっていうのが生じてきますので、そこに適したですね、アセスメント、どういったリスクがあるかっていうのを評価して、で、それをどう運用していけばいいのかっていうところ、で場合によってはまあ保険商品ということをご提案することによって、RM をうまく、リスクマネジメントをうまくしていただくようなサービスを提供させていただいてます。 で、三つ目、最後なんですけども、新商品開発っていうところで、まさに今日のテーマである月保険っていうところ、えー、月まで行くよっていうような、あの、地球近傍ではない活動に対して適した保険っていうのを、まあ、世界最初で、えー、形成させていただいたというところ、ispace 様との共同開発で、えー、提供させていただいた保険になります。で、それ以外のところで代表例挙げてるんですけども、まあ、宇宙旅行保険っていうところで、まあ、海外旅行行くにも当然、あの、保険入ってる。 入るわけですけれども、宇宙まで行くとなると、やっぱりこれは入らざるを得ないだろうと。 ところがですね、あの宇宙に長期間滞在すると体にどういうような影響があるかとかですね、あの宇宙ステーションとかロケットに乗った際にですね、高級な機材をまあ毎日壊してしまった場合ってこれってどうなるんですかっていうようなこと、まあ様々なあのリスクがある中で、現状当たり前なんですけども、これに適した保険っていうのはなかなかちょっとないところもあってですね、JAXA 様の J スパーク民間、官民競争のえっと取り組みっていうような枠がありますので、そこでえっと来たるべき 宇宙旅行時代に備えた保険の蘇生っていうのを今進めているところになりますで最後、えー、と月保険のお話しさせていただくんですけれども月保険って、えー、と月まで行くのって何が違うんですかっていうところのご説明になりますでこれ先ほど、えー、とご説明させていただいた、えー、と通常の宇宙保険なんですけれども、まあ、打ち上げからですねあのー、軌道投入までっていうところが、まあ、短時間で終わって で、そこから、えー、軌道、宇宙空間でいろんなオペレーションが始まっていくんですけども、月に関しては、そもそも物理的な距離が違いますと。打ち上げ終わってすぐ終わるわけではなくて、まあ、月まで行かなければいけないので、こっから延々とですね、まあ、軌道投入ってあ、そうですね、月に向かう、あのー、航路に入って、で、月まで到達して、まあ、周回軌道、月の周りを回るようなことから始まって、で、最後に月着陸っていうことをするっていうところ。 を、えー、シームレスですね。ここに書かれて、書かさせていただいてるんですけども、えー、打ち上げから月面着陸までの長い期間をですね、シームレスに保証するというのが月保険の特徴になります。 で、これちょっと、えっ、ー、と、ここには書いてない余談になってくるんですけども、じゃあ、あの、長い期間、えー、長距離を走るんだからこそ、複雑な保険設計しなければいけないんじゃないんですか難しいんじゃないんですかっていうような疑問が生じてくるかと思います。で、それに対する答えはですね、えっ、ー、と、逆ですっていう答えになります。 えっとですね、そもそも月まで行った、えー、じゃあ事故が起きましたってなった時に何が起きましたか、どういうことが生じましたかっていうことを判断したりとかですね、見たりすることができないと、っていうところがあるので、我々逆の発想で一番シンプルな形になるように、えっと、月保険というのを設計してます、えー。具体的にはどういうことかというとですね、月面着陸をした後にですね、あの、当然大丈夫でしたかっていうか、あの、地球とですね、通信が始まると、 この通信の確率を持ってして我々は判断する。で、この通信が確立されていれば OK。確立されていなければもう全損 NG っていう形で、通常の保険であると、まあ0から100の中で、まあどれぐらい幸福具合が生じましたか想定されている稼働率に対して何割稼働してますかっていうような設計の仕方もするんですけども、月面着陸に関してはもう完全0100の世界。通信が確立されていれば1えー、成功。 確立されなければ失敗っていうのは一番単純な設計をすることによって、月保険というのを提供させていただきました。はい。以上がですね、えっと、私の話になってですね、えー、あの、なかなか難しい、あの、宇宙ビジネスを支える保険というのを積極的に提供させていただいている会社として、三井住友会場の名前を覚えていただけると幸いです。ご清聴ありがとうございました。